なんか全然朝ごはんも食べなくていいくらいお腹空すいてない <laughs> お腹空すいてなーいそう昨日ねなんかもうちょこちょこ食べたてたじゃんまい、あ、いろんなもの食べてたじゃんだからねなんかそう見事にちょっと顔がむくんでおりましたなんか思いのほかね大丈夫だったけどやっぱりねちょっと顔むくんでまして えしかも「聞いてください」あのねあれなんですよあ寝起きではないですもうばっちりお風呂入りましたまあ昨日「ばっちりお風呂入りました」まあまあ、したっていうのはで、まあ、それと関係してるんですけど「聞いてください」って言ったこととまあちょっとダンスの練習してでお風呂入ってでもう一回出てきてから練習してたんですよいろいろ練習してたんですけど で立ち位置確認しなきゃと思う立ち位置をねいろいろ確認してたらいつの間にか私ベッドに寄りかかったままで寝てたみたいで座って座ってなんか確認してたのは覚えてるんですであー眠たいな眠いなと思いながらなんかそのまま記憶がなくなって朝起きたら朝起きたらっていうかもう夜中今夜中っつっても結構夜中だったんだけどな寝たのもうんーまあなんか数時間後くらいかね時間ちゃんと見てなかったんですけど数時間後起きたら床に寝転がってて。 びっくりしましまた私床で寝てんじゃんと思ってそうでさすがに床で寝てたからまあ一回ねベッドに戻って寝たんですけどそう床で寝てんじゃんと思ってお風呂入りました朝いや割となんかねやっぱり人がね歩いてるところなのでさすがにそこに頭つけてたらちょっと髪の毛がねと思って風は全然引いてない寒くないのでこの部屋全然。 ちょうどいい感じ寝落ちしましたね久しぶりかもあらピオちゃんピオちゃんかわいいえピオピオちゃんえっ鳥だよねそうびっくりしましたね自分でもまあたまにあるんですよもう究極眠い日とか結構割となんかお風呂場でちょっと寝ちゃったりとかはあるんで うんまあ前の話ですけどね結構前の話なんですけどあったのでありえないことではないんですけどそいつもちゃんと布団に入ってんですだからあタコさんありがとうございますチュチュタコかい今ね携帯充電してるんですよ <laughs> つともでもいろんなもん充電してるよ予備充電とワイヤレスイヤホンとこのね配信用の携帯といつもねあの使ってピカチュウの方の携帯と、はいい充電しちゃってますねおはようみんなおはようごめんね朝から急に本当に。 そうなんか夜はちょっとできるかわかんないんですけどまあ、できそうだったらちょっとしたいなって思っててまあ、結局12時までなのでまあ、時間的にはできるっちゃできるんですけど私の体力的な問題 <laughs> もうやばいってそう結局ね今日も全然寝れなくて起きたら6時だったでお風呂入ろうと思ってたし。 そうだから全然寝れてなくて今日こそはちょっと早めに寝るぞって思ってるから今755の通75知きたありゃそうたまにの遅かったりするんですよね布団の中じゃなくてお布団の上で寝たことあるえ結構しょっちゅうあります暑いなって思った日とかそのまま布団の上で後から入ろうと思って。 そのまま寝ちゃうとかまだしばらく東京なのまあ少しだけそうお仕事レッスンレッスンがあるのでしばらくだけいますね。 今もなんか眠いもん眠たい今の眠い東京で漫画何冊使ったのなんかいつも買ってるみたいに言わないで買う時もあるけど買わない時もあるんだよっていうことを覚えといて一応お仕事できてるからね <laughs> そこはねちょっとわきまえてる時もあるんだよまあオフの日とかはね割と読んでたりもしますけど買いに行ったりもしますけど そだからそんなしょっちゅう言ってるわけじゃないんですだからこ今回何も買ってないよとりあえずご飯とか買ってるなんかってなんかそれよりいろんなことに追われすぎててそれどころじゃないんです私は買ってませんいや本当に誤解うみそうだからこれは本当に言っとくよ買ってないですと言いつつとかそんな裏読まなくていいから <laughs> そう言いつつとかじゃなくて本当に買ってません今回 いや本当にねちょっとやること多すぎていや多すぎてってほど多かったわけでもないんですけどまあ結構ちょっとねいろいろバタバタ追われててそして疲れがそう久しぶりにさなんかこんなちょっとね長期で滞在してるので長期ってほど長期でもないですけどまあ、ちょっとね長めに滞在してるのでやっぱりねなんか久しぶりに来て落ち,落ち着かないところもあってちょっと。 緊張緊張,緊張まあ緊張もそうだしまあね公園出たりしてたのでなんかやっぱり疲れもねあってね基本的にオフの日は寝るかまあちょっと運動してましたもう運動量が減っちゃってお散歩してきたり感触はねなんか大丈夫でしたいつもならなんか薬飲まないともう本当にやってられない状況なんですけどうん 今年なんか全然ヒカもう飲んでないです薬まあたまにねちょっとくしゃみが出ちゃうとかちょっと鼻むずむずするなとかはあるけど今年そんなひどくないねヒカ去年とかはね本当にもう薬なかったら喉か去年だっけ去年かなうん喉枯れるわ鼻水すごいわもう 息つあのもう鼻がつむっちゃって息できないはいろいろあったんですけどねそう大丈夫そうですね空気読んでくれたのかね一応薬大量に持ってきたんですけど <laughs> そう何かあっちゃいかんと思って大量に持ってきたんですけど 2>, 2つくらいしか飲んでないかな初めの2日間くらいしかね花粉優しい。 そうなんか画粉とかでさ目かいちゃったりするとさパンパンに腫れたりするじゃないですかそういうの困るのでよかったですお,しお仕事に差し支えが出なくておはようあ誰もありがとうございますあインスタたくさんコメントありがとうございます朝起きたらさらに降れ。朝起きたらというかま 見てたら増えてました嬉しいです私はまだの方ぜひコメント待ってますヤンヤンキーなんで私ヤンキーしてるんで <laughs> ヤンキーしてるのでぜひねおはよう ヤンキーしてるんで。おはや。みんなおはや。よく眠れたかい。<laughs> みんなよく眠れたかい。 普通でヤンキーはしないよ <laughs> 私ヤンキーじゃないからうん普通に真面目に生活してきたと思うのでヤンキーではないと思うので大丈夫ですよ。<laughs> の髪型もねふふお気に入りです結構 今日何にしようかなと思って、今日はね、おろしててもいいかなと思ってね。普通にもう外はね、ピンって。迷ってます、いろいろ。でもなんか、せっかくなら、なんかアレンジしたいなあっていう気持ちもあるし、でも今日は顔むくんでるから、そんな上げるとやばいな。っていうところもあるし。いろいろ考えてね、考えてます。マ <laughs> サさ,さん、おはよう。ももちゃんのラジオ聞いて、すみません、あら。 ちゃんねあのー、舞台終わってから急いでちょっとラジオあるんで忙しくて大変そうだったそうももちゃん優しいんですよ本当にあギフトありがとうございますなんかね こんなね私にも構ってくれてしかも最近気づいたんです自分ってめっちゃ喋るんだなと思ってカレンちゃんとかさやりんとかと一緒にいる時も,ももちゃんといる時も結構ひかちょうしゃ,べっ,てしゃべってた気がして自分ってやっぱりおしゃべりさんなんだなと思ったなれるまではすごい長いけどすっごいなれるまで長いですけど喋り始めるとすごい長いなって思いました <laughs> だからもしかしたら桃ももちゃんに迷惑かけてたかも昨日とか <laughs> その前ね結構お話ししたんですけどそう <laughs> うるさかったかもごめんなさい <laughs> も,もちゃんごめんねうるさかったら <laughs> でも喋るは喋るけど弾き方が分かんない喋 <laughs> り始めるじゃんであさすがにちょっと喋りすぎちゃったなってもう多分あの あのねめ面倒くさいかなと思ってやめようと思うんですけどどうやって終わったらいいかわ分かんなくてそうだから内心どうしようしゃべりすぎた <laughs> と思ってた <laughs> <laughs> ちょっと待って。 えっとね今今日の髪の毛を考えますまあでも最近メンバーとの時間がそうそうなんですなかなかねやっぱりしかもお家帰っちゃうとしばらく。 ね、来なかったりっていうことがあるので、そうね、今のうちたくさん喋ります。アフロ、やだ、絶対やだ。<laughs> 絶対いやだよ。なんだろうな、でもなんか楽なのがいいんですよね。髪の毛とかって結構さ、うざい時あるじゃないですか、横にあると。 うん絶対こっちはねいらないんですよ私的にだからなんかまあ耳かけなのかそれとももう結んじゃうのかこうやってねこうやって結んじゃうのかなんかねどうしようかなっていう <laughs> あー喉が変だな。 あそうだね加湿器のお水なくなってたんだったそういえば <laughs> 外羽かななんか外羽となんかウェーブのミックスがしたいんですよねでもななんかせっかくならなんかいつもしてる髪型だからさなんか違うのもしたいな っていうのもあって。難しいの、まあいいか、後で考えよう。超高めのツインは、ハーフツインしかできない。けど、しません。昨日ツインしたから。しませ、ね、ん。朝ごはん、食べません、今日は。<laughs> <laughs> 中空いてないので。 まあ多分舞台1公演ねあと1公演なんですけどそれが終わったらお腹空すくと思うのでそしたらまあなんか時間あれば牛丼食べたいな <laughs> がっつりがっつり食べたいあやばい待って声ちょっと枯れてきちゃった <coughs> ああああ大丈夫かなああそうね水分後で取ろう そう,本当は、ね、そう朝ごはん大事なんですけどうんなんか食べたい気分じゃない時に食べるのもありなのでまあ食べたい時に食べますそう牛丼食べたいんです牛丼がめちゃめちゃ食べたくてでもどうしようかなって迷ってるんです牛丼食べたいんですけどなんかおにぎりとかでもいいなって思ってうどんでもいいなって思ってあタコありがとうございます そうスキヤです私スキヤ派なんです朝まっくん朝まっくんよねハッシュポテト大好きそうだからどうしようねどうしようまあ考えます公演終わってからそうキョッテンちゃんは菓子パンいいじゃないですかでもあんまり菓子パン食べなくて普段はね普段ね そうまずパン自体そんな食べる人じゃなくてご飯派なんですねもうすものすっごいご飯派なので基本的にご飯なんですよねうんじゃない多分朝は朝はまあご飯しかもともとご飯っていうかまあ炭水化物をそんな家で取らない人うん 家で炭水化物をそんなに取らない人なのでまあだからサラダとあとまあお肉焼いて食べたりまあなんかお魚のねなんかそのみ噌のなんかホ,イルホイル焼きホイル蒸しそうみたいなね作ったりして食べる人なのでそうでたまになんかお米食べたいなって思ったらご飯 そう,うんだからお米はねしかもめっ絶対食べたい人ではないので毎日絶対ごあご飯食べなきゃダメだっていう人ではないのでお米はそんなね食べないですね。 でもね、なんか、炭水化物はエネルギーになるって言うじゃないですか。だからね、本当は食べた方がいいらしいんですけど。ラーメンライス何あのー、ラーメンライスご飯とラーメン一緒に食べるってこと好きだよ。<laughs> ご飯とラーメンは合うよ。当たり前じゃない。<laughs> 炭水化物のオンパレードですけど、美味しいですよね。 炭水化物って最強なんですよやっぱりあバラありがとうございますおいしいよねヒカ好きだよ昔は結構やってたご飯と焼きそばもおいしいヒカはねベストはヒカはソース焼きそばじゃないんですよ好きなのは塩焼きそばが好きで塩焼きそばにご飯があると嬉しいですね パスタはパスタにご飯はつけないかな <laughs> パスタは単体だねうんうん、ね、美味しいよねすごいよね太る組み合わせって言われますけどあギフトありがとうございますパスタはパンそうねなんかパンだねなんかおしゃれだねパスタにパンって。 の家ではね結構単体でパスタ単体であとはまあちょっとサラダとかなんですけどうんパンは素敵ですね塩焼きそばは本当に最強ですおでん煮もご飯あおでんにはご飯です私 うん <laughs> そうですよご飯って割と本当に何でも合うんでちょっと時間がちょっと待ってカレンちゃんにね連絡しなきゃいけない。 パエリアはね食べたことないです私うんパエリアないね美味しそうだけどすごいうん海鮮いっぱいのっててね うどんにおにおぎり、あうどんにおにぎりは美味しいよね美味しいなんかほっこりする組み合わせだ <laughs> あさっきまで配信してたあら LINE 見てるかなやっぱりオムライスが一番いやなんか最近どうなんだろうと思ってあのー、最近カレンちゃんと話してて気づいたんですけどカレンちゃんの方がオムライス愛強いんじゃないと思って <laughs> で最近思ったんですひかなんかもう最近はまあ好きなんですけど好きではあるんですもちろん本当に好きだし食べに行きたいとかもあるんですけどなんかもちろんお肉も好きだしお寿司も好きだしなんですねそううんでカレンちゃんとなんかご飯行きたいねっていうお話をしてて そうまた一緒にごはん行けたらいいねって話してて「え行けたら何,何食べたい?」って言ったら「オムライス食べたい」って言ったのあの子そう「<laughs> オムライス食べたい」って言って「オムライス食べたいのえ全然光に合わせてくれなくていいんだよ」って言ったら「<laughs> あのいや本当に食べたいの!」って言ってでなんかこの前もなんかどっかでなんかこの前もなんか行った時に食べたんだよねみたいなそう ムライス食べてめっちゃ好きなんだよねみたいな話をしてて<そう> <laughs> あれこれはもしや私はカレンちゃんに負けているのではと思いまして <laughs> そうまあね美味しいですよねムライスは美味しいそうカレンちゃんもふわとろ派です ね、別普通のちょっと巻いたやつでもねお家の感じのも好きなんですけどまあどっちが好きですかどっちか絶対選んでねって言われたらふわっとろなんか割りたいじゃないですか <laughs> 割りたいじゃないですかスプーンでねパカンってしたいじゃんやっぱりそうおはよう デミグラス派どっちかというとケチャップ派かなケチャップとかトマト系のソースが好きでもデミグラスも好きですよおいしいカレンちゃんとは食事の好み合う方なんだ合う合う結構合うあのー、ちょいちょいご飯もね行ってましたしうーんあのー、自粛前 ミッサとカレンちゃんと三人でねご飯行って浅草とかも行きましたねあ、こうじさんおはようございますあ、フォロー完了ありがとうございます、初めましてちょっと九時になったら配信終わりますねちょっと時間が準備を準備しながらって言ってたんですけど全然進んでない いやまあ、ある程度入れたんですけど荷物はオムライスといえばどこ比較が今めちゃめちゃ行きたいのは銀座にある喫茶ーっていう喫茶店のオムライスです結構有名店ですねもうなんか東京のオムライス有名なとこどこってあのなったら大体出てくるところですそう本当に。 見たことある人もいると思います。しょっちゅうテレビに取り上げられてるので、そうそこに一回行きたいんです。ね有名だよね。えおいしい？行きたい。もう帰還準備？うん帰る準備じゃない。 お仕事行く準備そうまだ出るにはちょっと早いんですけどそう出るわけではないんですけどそう歯磨いたりとかもしたいので出る前にでねなんかいろいろ散らかってるものをっちゃっとパパッとね清掃できてくれてる方もいるのでホテル 入ってくれる方もいるのでちょっとねある程度まとめとかないとね申し訳ないのでめっちゃ美味しいいやマジ本当に行くつもりなんで絶対行くって思ってるカレンちゃんが <laughs> LINE 記録使わない準備大事しか準備はちょっとちゃんとする人の おはよういやなんかさっき配信してたっぽいんですけどまあ気づいてないっぽいですね忘れ物したことないのありますよもちろんありますありますありますけどそんなしょっちゅうはしないかなぁ言うほど。 1> 1回ででもねレッスンシューズ忘れたことはありましたやばいって思いましたね超焦りますレッスンシューズなかったら踊れないからね <laughs> 裸足でやると危ないのでやっぱりいろんな人がねそう踊ったりする中で1人裸足でやってるとね足が足がふちょっとねやっぱり移動の関係でねぶつかってちょっと踏んじゃったとかもやっぱりあるものなのでそう 一番やば,やばかった忘れ物は結構長期でこっち来ることになって充電器かな充電器です携帯の充電器でしかも新幹線で充電切れちゃってそう新幹線で充電切れちゃってなんか光っちょっと用事で後から行く人だったのでなんか あのそのレッスンのところまで自分で自力で来てくださいあのタクシーで来てくださいねって言われてたんですけど住所分かんなくてそう住所分かんなくてで,あでスタッフさんにあの新幹線乗った時点ではまだちょっとあったので言ったんです「あのー、住所分かんなくて」って言ったらそしたら「あじゃあ後で送っときますね」って言われてそしたらまあ切れちゃって「よしじゃあ充電しなきゃ」と思って開いたら。 充電器の線だだけけないんだけどと思ってでその時はため銃も持ってきてなくってやばいと思ってどうしようどうしようと思ってもう本当にやばくて隣の人に借りよようかかなとかも思ったんですよ連絡来るのに住所も分かんないどうやって行ったらいいんだ私はと思ってねそう焦って焦ってどうしようどうしようって思ってで車内販売をしてたので。 あのすいません携帯の充電器とかって売ってないですよねって言ったら「売ってないですね」って言われて「いや本当にいよいよやばいぞ」と思ってで急いであのその、ね、駅の売店っていうかみたいなところ行ったらあのその乾,乾電池って言うんですかで動く充電器が売っててこれだと思って急いで買って充電してなんとか無事でした。はいということでちょっとね

2、くまくまちゃんあ、あっとくまくま、ハッシュタグ3、1位、さとちゃんです。ありがとうございます。そして、ギフトいきます。カーナオイタン、<laughs> チコちゃん、フジピーイズカさん、台湾ユアらしさん、タンベマーボーさん、さとちゃん、ハルニャンさん、ブリーツさん、くまくまちゃんさん、とりたて王子さん、 台湾のシャオマーさんゆうこさんまさみさん炎上さんですありがとうございますカレンちゃんから LINE が来ましたちょっと待ってね はい、ということでねあ桜ありがとうございますあさ3不要であはいごめんなさい前も言ってくれたよね確かごめんねなんかついなんか癖で <laughs> 癖で言っちゃうはいということで皆さん見に来てくださってありがとうございますそうです今日千秋楽です是非来る方楽しんでいってくださいそして配信もあるということなので是非来れないよって方は そうお,うちおうちとかまあぜひ配信で見てくださると嬉しいですはいそれでは見に来てくださってありがとうございましたえっとそうインスタさっきもね言ってたんですけどあのあげたので昨日上げたのでぜひまだいいねコメントフォローしてないよって方いたらぜひお願いします「凪キッス? <laughs>」はい ということで皆さん見に来てくださってありがとうございましたそれではまたね本当にありがとう朝早くからごめんね起こしちゃった方行ってきます頑張りますみんなもねなんかお仕事とかある方は頑張ってください時間も頑張りますおはようごめんねもう終わりますあそうだもしかしたらもしかしたらちょっと私の体力的にできそうだったら夜もします配信は 短いかもしれないけどまあちょっとできそうだったらで本当に申し訳ないんだけどやるかもしれないですやるってなったら755でお時間をお知らせしますはいということで <laughs> はい見に来てくださってありがとうございましたそれではまたねバイバーイ